なかなか脂肪が減らないよっていう方にぴったりな動画内容になってます。脂肪を燃やすためにはやはり適度な有酸素運動が必要です。今回はその場で簡単にできるやじろべえを応用編としてやじろメトロノームを紹介します。このメニューのポイントはももの裏とお尻の境目を鍛えるということです。そこに加えて歩く際に使われる中殿筋、ここをしっかり使うことで骨盤の位置が上がり、体が上に自然と持ち上がり、体幹部に力が入った状態の姿勢を作ることができます。一緒にやっていきましょう。足を広くします。片足上げたら上に上げます。反対も一緒です。スタート。スマホ見ながら行きましょう。つま先しっかり前向けてください。体重移動させたら足を上げる。お尻の横を使ってる感じがあればバッチリです。初っ端からね、結構辛いかもしれませんが、いろんなメニューがねありますんで、最後まで頑張って脂肪を燃やしましょう。 OK。 今度は足を前後にします。前体重にした時に足を上げます。いきましょう。スタート。前後に揺れながら足を後ろに上げます。膝は常に伸ばしておきます。ももの裏、使って上がるのはキリです。ももの裏をグッと上げる感じ。お尻ともも裏の境目ですね。ここを天井に向けてあげる。あんまり前かがみにならない方がいいです。そんなに強くないメニューなんで、最後まで頑張ってください。片足伸ばして片足曲げます。キャッと止まったら反対足にします。あとキャッと止まったら反対足、大体3から5秒ぐらいキープしてください。マイペースでいいです。おっとっと、ついてる足はしっかり伸ばしておいてください。今度は後ろに曲げます。曲げた足を後ろにクッと伸ばしてまた入れ替えます。これも3から5秒ぐらい止まったら足を入れ替えます。これも前かがみにならない、胸張ってお尻を境にお尻を動かします。バランス難しいですよね。はい、OK。 足を開きます。前かがみになってこのまま体重移動、ももを使います。あと少し膝曲げとく感じです。足ついた瞬間にもも裏使ってる感じがあればバッチリ。あんまり感じがなかったらもうちょっと前かがみになってください。上半身の負荷がもも裏にかかってます。はい、OK。 同じ足の幅で今度はお尻にかかとを当てる感じ。行きましょう。その今度はね、前もも腸腰筋をねちょっと伸ばしましょう。グッと膝を上げる感じ、腰にかかと当てる感じ。前ももがねやっぱり硬いと反り腰になりやすいんで、しっかりもも伸ばして後ろを鍛えましょう。 OK。
今度は片足立ちで反対足を横に開きます。ちょっとバランスがいります。いきましょう。スタート。片足立ちでずっと足を振ります。膝伸ばしてつま先外向ける感じで、バランス崩したらね、ピタッとついてまた続きをしましょう。体幹がしっかりね、鍛えられます。OK、 反対足も一緒です。いきましょう。こういうバランスをね、取ることをすると体が歪んでることに気づきますから、定期的にね、リセットするためにやってください。足振るだけでもね、有酸素運動効果がありますので、脂肪燃焼にもね、ぴったりです。OK、 ラストはとにかくももをとにかく上げる。いきましょう。スタート。とにかく足を高く上げる。ちょっと前かがみになってもいいです。とにかく高く上げて、できれば反対の膝を伸ばした方がいいです。ちょっと曲がるのでもいいです。とにかく上げる。これで腰がね、しっかりストレッチされますので、それをし直ったらね、お腹がへこんできますので。OK。有酸素運動の代わりとして毎日続けることで姿勢から痩せることができます。やってみた人はコメントで教えてください。